モンド君が強いです。頭の位置。フィニッシュ。わかんない。いいね。メズ。モンド君はどう？強い。スタミナもなんかすごくない？グッスタミナ。優しい優しい。優しい。まあ気持ちよさそう。1ブレーン終わったっぽいね。2ブレーンは終わりました。あ、今2ブレーン？バイク30分。じゃあ午後の2個、午後もある、午後も2個もあるよ。じゃあ今日4ブレーンか。やばやば、びちゃびちゃ今絞れてたよ。水、あ、水か。お疲れ様です。フィニッシュ？フィニッシュじゃない。ドリル。あー、このまま？ Yes。 このまま立て続けにやんの？ドリル。休憩なし？なし。やばドリル。いや、今やってたやん、ドリル。クラスが終わって、まさかのドリルを立て続けにやるということです。今のクラスはビリーが先生だったね。先生ビリー。 Yes 先生ビリー。 Yes Thank you. Substitute teacher. Oh. Do you know what that means? I don't know, sorry. You like little kid, school? Teacher. Teacher gone? Substitute teacher. Billy's substitute teacher. I see. Or celebrity teacher. Oh. What's up, guys? I'm JTT, head wrestling coach, also coach of Kai Miku Asakura. I'm here at Bangtan Muay Thai to coach some wrestling. So make sure to show up and show out, work hard, and we're going to do all right. Oh, thank you. Rare. 長かったね。モンド死んでるやん。疲れたよ。今回は何？グラップリング結構強めな感じなの？いや、今日がそういう練習だけど。はあ。相手の対策はもちろんあるんだけど、全部寝技の日もあるし、打撃の日もあるし、MMA の日もあるし、バランスよくやる。あ、そうなんだ。じゃあ何か絞ってやってるとかってわけではなくて、まんべんなく。まあ、でもその対戦相手の得意な部分っていうのを強化するっていうのもあるし、とにかく全部。でも今日みたいなさ、まあ、今日はたまたま4ブレンだったけど、普通は3とかなんだよね。まあ体調次第。とりあえず組んでやるのは1日3回の練習。そんなん毎日やってたら死んじゃわないの？いや、まあまあやりきるしかない。試合前はそんなもんだよ。あ、そう。なんかいつもよりいつもこんな感じって感じ。まあでもいつもより多いんじゃないかな、計画的にも。そうだよね。週5でとりあえず3ブレンで、土曜日が午前だけみたいな感じだよね。あと暑いからきついね、結構やっぱり、ね、この温度が暑い。昼ぐらいがね、やばいよね。まあ慣れてくると思うけどね、多分すぐ。何もしてなくてもめっちゃ汗出てくるもん。まあ、頑張りますよ、1ヶ月、気合で。こっちのなんかコーチも何人かいるけどさ、すごい優秀だね、めちゃくちゃ。なんか新しいその逃げ方だったり、そういうポジション取り方みたいなのすごい今日も学んだけど、やっぱすごいな。なんか新しい武器がたくさん増えそうな感じです。